ちは。こんにちは。力抜けるわ。字汚いと思わない。バグりすぎだろ今のは。頑張ってます、応援してください。あ、応援してます。色紙です。はい、お願いします。はい、名前がケツゲ大魔人です。あーすいません。じゃあケツゲ大魔人で覚えてくれ。ありがとうございます。ケツゲ大魔人へ、ちょっとこの辺に毛置いとくわ。あ、ありがとうございます。またね、ケツゲ大魔人。ありがとうございます、ケツゲでした。夢？次のケツゲどうぞ。タロちゃん。タロちゃん。お、すごい。すごい。タロちゃんって言った。このボールペンとこれよりも何かと交換していただけないかなっていうのをやってまして、車でも家でもどこまででも行けるんですけど。ありますか？いいね。え？そんな。そんな貴重な。いいんですか？1枚くらい全然差し上げます。あ、じゃあ、はい、行きます。あ、ごめんね。大きくなったら使おうね、これ。頑張ってロシアに行くんだ。聞こえました今、音がね。原付の音が。車道こっちなんですけどね。そうなんです。そうなんです。あれは悪人です。悪人です。シンプルな悪人ですね。あ、俺のブランドの服着てるコイルは。おお、ありがとうね。全然悪人じゃないじゃないか。全然悪人じゃないね。めちゃくちゃ優しそうな顔してるやんけ。お前顔がいい。ああ、ありがとうございます。本当に悪人面探してんの、ね、今僕実は悪い人です。実の無理。いや、こっから割と難しくなってしまう。いきます。はい。僕は求道者伊那東別院。やばい。 X 軸上に重なり全速前進だ。タンスのドリルとガツンとバーナーでめんつゆを混ぜたよ。やばいやばいやばい、やばい。全然書けないでしょ。 LINE 送って。はい、これ送りますね。完全に響きだけで変換してしまうっていうパターンもあります、ね、ありませんかもしれない。お、正解。すげえ。嘘でしょ。ちょいヒント欲しい。ちょいヒント、はい、ちょいヒント。最近。最近。 うわ、結構ヒントだ。きた。わかりました。待って、マジ。わかりました。バカすぎる、意味がわからん。おお、みんな、はい、できた。持ってんのかな。しばやに歌ってもらわないと無理じゃない。せーの、香水。おお、合ってる。じゃあ僕実際に歌ってみますね。はい、来い。行ってみますね。行きます。はい。僕は求道者伊那東別院。X 軸上に重なり全速前進だ。タンスのドリルとガツンとバーナーでめんつゆを混ぜたよ。いや、やばいでしょ。歌えてねえでしょ。歌えてねえじゃん。香水の元も歌えてないみたいなもんだろうが。くせえなあ、もうエアコン乗って。俺、うん、こいてない。大丈夫、体乗ってくんだよね。人が歌考えてるときに香水鼻歌で歌わないでほしいな。ボンハブって言ってたよ。かぶった。くそ、逃れられない。お坊さんの修行で千日開放行っていうのがあるんですよ。千日開放行、正確には千日じゃないんですけど、千日間近くこう修行をやったらアジャリっていう称号がもらえるっていう、このなんか動画みたいになってるんですよ。で、まあ千日はね、さすがに無理ですよ。千日は絶対やんないんですけど、一日ならやってもいいんじゃないのって。一人ではとてもこの修行をやりたいことはできない。協力、そして絆、それが必要なのではないかと思います。今回はこの6人の2人が。あ、そうなの。本当に早めに知らんかったわ。3分の1や、絶対にやるやん。絶対にやります。3分の1やるやん。はい、やります。やるとしか思えない。習ったの3分の1や、100% 負けでいきましょう。負けない。今変わったよ。いきます。はい、せーの、最初はグー、じゃけんぽい。離せよ。よくやった。離し
しとけよ。チョキだぞ。チョキでもいいよ。チョキだよ。いくよ、せーの、最初はグー、チョキ、ポイ、イエーイ、せーの、最初はグー、チョキ、ポイ、すごい緊張感。アイコが尋常じゃないね。最初はグー、チョキ、ポイ、アイコだ、せーの、最初はグー、チョキ、ポイ、よし、よっしゃー。今のは一瞬時がなかった、止まった。せーの、最初はグーチョキポイ。やったぜ、やったぜ、やったぜ、修行の必要なし。鹿？鹿だね。え？何やってるんですか、こんな山奥で。あなたは地獄に落ちるでしょう。全く意味がないでしょうが。あなたの一年ができるだけ苦しみますように。ちょっと徳を積んでるんじゃないんですか。意味もなく地獄に落とすので大丈夫ですか。いや、今痛みの積み立てニーサしてます。俺も助けてあげたい気持ちはあるんだけど、方法が分かんなかったから、なんか助けが起きないかなっていう奇跡を祈ってみたらどうだっていう提案しかいない。手に増します、我らの神を。親伊豆の神よ、我に何かしらを与えたまえ。なんでそんなキリスト教っぽい幸せを言うの。ありがたくこの奇跡をニコチンとタールの神が頂戴するんだ。現れた。ケッチャーとも車の中で座る。いいっすか、休んでください。ありがとうございます。この椅子もね、ありがたいよな。背中をつけるっていう、ね、ゆったり座れますからね。えどうぞ。ほらやり直しでしょ、修行やり直しだよ。あんな僕が挑戦する記念記録はポップコーンを掴むんだけどさ、はい、個数とか分数とか知らねんだ。調べなさいよ。ちなみに今回認定員はいないんで非公式ですけど、はい、記録だけは1位みたいな、そういうやつなんで。あとは1分間に26個キャッチした人が1位になってる。2秒に1個取ればもう俺が世界1位。え、これ熱いかもしれません。熱いかもしれない。えもう熱い、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 きます。さあ、スタート。2個、熱い、熱い、待って、熱い、最高、熱い、本当に熱い、熱い、待って、ほら、早く、広く、広く、熱い、待って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 、あと15秒、いけ、まだ、まだ、つこえ、熱い、熱い、1、終了。バカレベル高いよ。さあ記録1、2、3、4、5、はい、出ました。はい、記録6個です。全然ダメ。普通に僕はアジフライという食べ物が結構好きなんですよ。まあエビフライにはかなわないけど、2位アジフライなんですけど、なんかアジフライ、ね、無限に食いたいなって話したら、アジフライって言いやがって、もうありえないっていう、ね、大笑いですよ。言ましたけど、さすがに笑わせてもらった。じゃあアジフライが悪いわけじゃないですよ、もちろんね、うん、無限に食べたいかどうかっていう議論が行われている中で、アジフライを無限に食べたいってなって、無限に食べたいってさ、自分の中のトップ10ぐらいのものしか言っちゃいけないみたいな感じあるじゃん、そこにアジフライ入るだろ、お前。入ってもおかしくないだろ。だったら揚げ物界で言ったらさ、まあ言うて2、3個ぐらいじゃん。唐揚げとかなんかエビフライとかさ。唐揚げとかはもう全く無限に食いたいと思わない。唐揚げはもう全然、いや、僕らの方が食いたいことある。さすがに上だろ、唐揚げが。じゃあアジフライ屋さんなんでないんだよ。まあそりゃもう見てみよう、人数3人違うってだろ。少数派だろ。それを覆せって言ってんだよ。だから言ってんだよ。え、どうしたの。え、やばくないでしょ、めちゃくちゃ釣れてますよ。たけし君、今日爆釣ですよ。今日やばくないですよ、めちゃくちゃいいですよ。今釣れるからね、カメラ回してもらわないとあれだけど。来た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 よ、カメラ舞台死んでんじゃないか。たけし君の顔白い、ずっとあんなんなのよ。たけし君顔白いよ。行くとさ、白白すぎんだよな、行くと。俺、その横の壁とマジで同じだよ、今、顔の色。幸運だ。
へえー、すごい。サーチ、すごい運がいいやついる。まったか腕に止まった。こんなこと運がいいやつしか無理だろう。嫌すぎる。嫌すぎる。楽しい。嫌すぎるの？いや嫌すぎる。おい、楽しい。嫌すぎるのこれ。うわ嫌すぎる。この顔こんなら顔いきます。確かに今行くよそれ。顔ビタビタで向いてますよこれ。腕限界まで。ああもう。そうだ。うわあ飛んだ。おぉ、びっくりした。ここ一周、この一周が花の迷路の周り。あ、じゃあ、ここがこう、ワンサー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 がこう、もうちょい向こうよ。いや、出て、二周目。二周目？いや、ほら、今ここから始まったよ。一分前。おい、はい、あれ、どういうことだ。ですね、勝っちゃったそうです。その、グローバーだけじゃないんですけど、うん、やっぱ、他っとくと草が生えてしまう。そうね。普通に、飼っちゃったそうです。いやいや、あと、うん、時期ですね。は？これが結果だそうです。は？え、昨日のとこのがなんならあったかもしれないぐらいじゃん。話と違う。じゃあもう飼っちゃったって書いといてくれよ、サイトに。でもなんか、一個俺が思ったのは、うん、これ見てください。ん？クローバーじゃないですか。これクローバーだね。白いやつ。うん。うん、木のやつって、クローバーなんですかね。いや見てよ、絶対クローバーって。このあれがないだけで、あれ、え、四つ葉、え、え、あ、待って、え、四つ葉、四つ葉、すごいな、ワンサカじゃん。ワンサカパークじゃん。ごめんなんか文句言って。ここ四つ葉エリア、四つ葉さん、ここ四つ葉組合だ。お、お、え、見てこれ、え、え、これ、え、え、これやばくないこれ。1,2,3,4,5,6,7つ葉だよこれ。見してあげてよ。1個から生えてるこれ。ほら、わかりますかこれ、1個から生えてるやつとか。7つ葉です。んあざす。え、強奪ありなの。強奪ありなのじゃねえよ。テープに巻かれてるじゃねえか、何本かが。誰だ、偽物作ったやつ、これ。作らせていただきました。リアルを伝えたいんだよ、俺らは。作れって言ったじゃん。どっか行けよ。もう一段階作ってみて。来い、四つ葉だ。おい、四つ葉だ。めっちゃ綺麗な四つ葉だ。すごい、都心さん来いって言ったから来たわ。すごい、俺の方に。やってんだよお前。あ、待って、これ、え、これ四つ葉じゃん。それ、これ四つ葉。え、四つ葉使うなよここに。お前四つ葉時間最後まで頑張ろう。お互いマジ本当にもう一回頑張ろう。ま、ま、まだ早めの自由課題、スピード重視、クオリティよりスピード重視。おい、サド走って。ブレンドバック行きました。はいよ、はいよ、はいはい。大きい声です、挨拶。ハイテンション挨拶。いや、どうとかやってんだぞ。おめでとう、おめでとう、おめでとうです。チュンドーゲームってみんな知ってますか。わかんないです。何ですかそれは。チュンドーゲームのさ、あのさ、発展版のさ、ワードウルフっていうゲームがあるんです。じゃあこれ絶対悪いくせ。何にも伝わんない。こちらです。失礼します。こちらになります。一口食べてます。一口ね、まあ、全部は食べる必要ないですね、はい、いただきます。あんま、予想外の甘さでうってなっちゃった。品はこちらでございます。はい、いただきます。中までちゃんとね、食べた方がいいかと思います。苦すぎるな。はい、もうじゃあコンプレディース3分間用意。美味しかったかどうか。まあ、そうね、感想から。いや、まずくはない。美味しくはないよね。俺もまずかったわ。味はなんか、あんま感じなかったよね。味、中味を。はぁ、うん、甘いのがちょっと無理だったな。甘みだけ抜いてくれれば、むしろ、うん、美味しいまであるかなと。味なかったか。いや、なんか食ったとこがおかしかった。
なんどれぐらい食べた？何辺食べた？何口ぐらいって3口ぐらい食べたから結構いってるな。味がなかった味はね、違う味がしてた。味っちゅう味はあるよ、うん、でも、あ、なんて言ったらいいんだろうな、なんだろう、違うやんっていう味。そう、食材の味ではない。じゃあ、今日昼ご飯それねって言われたら、うん、それどうやって使う？好きにしていいよ。煮るかな。あの甘いの何だったと思う？じゃあせーので言おうぜ。これのあれじゃねって分かんなかったけど、甘いの。せーの、ココア。ちょっと、あ、まあココアちょっと今より今何？ん？いや、いや、チョコっつってよ。なんか今、なんか飲みたいな、煮物みたいな。あれも今日作っちゃうか。うん、まあ糸こんにゃくもいいですね。春巻きっぽい。参りましょう。あ、10枚いきますか。もう10枚、10枚巻きいきましょう。なっけー。焼き上がったら完成です。おっと、ガチミスか。いや、まあ巻き巻きっていうので結構似たやつで攻めてましたね、今回は。なるほどね。うわ、音やば。いや、音やばくないんだよ、春巻きの音なんだよ。700大丈夫？な、な、な、ま、マグロ会話できてね。な、生食大丈夫聞いてんだよ、このパーが。かわいそう、食べてるの。よーい、スタート。ん？お？お？え？ん？え？本当に？え、本当に？本当にこれ？じゃあまた同じ。また同じ。分かった、分かった、分かった。はい、ごぼうください。どうぞ。はい、ごぼう。はい。え、まるすぎる。え、きっしょ。え、マジ信じられない。まる、あー、まずいんだ。誰だ最初に食べ終わるのは。はい、ほうちゃで、こいて、ほうほう。ゆがるさん、不正解。え、うん、違うの？謎解き部屋に戻ってください。うん、うん、違うんだ。わかんないね。ほうちゃって呼ばない。あがん、あがう、なっちゃうね。べに、べなっちゃうね。ブレーペンに出てブレーペンボニーてんてんじゃないの、照れてるのかも。キキ兄弟そんな低いテンションなら途中で喋ってください。違う、どんどこどんどこどんどこが入ると思うやんね、BGM で。アニとした一番の喧嘩は、一番思い出に残っている喧嘩ということでね。うわ、まず1つ目、うん、小3から小4の頃に当時やり込んだゲームのデータを消されて喧嘩をしました、2つ目、喧嘩しない…てんてんてん、覚えてない…てんてんてん。なんで半分モンスターになるの？喧嘩しない…悲しモンスター人間食う。3つ目、兄妹の後頭部飛び蹴り事件です。飛び蹴りされた記憶だけの。大丈夫です、もう分かりました。大丈夫です。してない、してない。いや、今ね、あのこのクイズとして一番の欠陥は、うん、妹って入っちゃったことなんです。そうなんだよ、ね、妹チーム、弟チームなんだから今俺分かんないんですよ。でも、だとしても分かった。いや妹関係なかった。確かに分かった。え、ようだって。じゃあしてないって。すごいな、気がついてる。なんだと思ってんの。いや、めっちゃおもろいな、想像すると。弟と妹、好きな人のタイプ、はぁ、を質問させていただきました。それでは、一つ目、適当な人。ええー、いや、二つ目、根は真面目だが、ユーモアのある人。女の子っぽいな。三つ目、小柄な人、可愛い系。男の子、これは男系。四つ目、よく喋る人。なんだそいつは。うちはよく喋るって絶対言わないと思う。喋んないもんね。喋んないって言い切らない。全く喋らない。いやー、どうなんだろう。でもちょっと一問目を聞いて思ったのは、なんかうちの妹ちょっと話盛り癖がある気がする。いや、持ってた。もしかしたら適当ワンちゃん。なるほど。いや、ある、ある、ある。なるほどね。決まりました。はい。よく喋る人。小柄で可愛い。適当な人。では、真面目だが、ユーモアがある人。
根が真面目でユーモア。デザイの弟くん、根が真面目でユーモアだ。ふざけんな何を言ってんだそんな風に育てた覚えないぞそんなキャラじゃないだろう。なワンちゃんさ、女の子でもありえるなと思ってね。小柄で可愛い。はあ、実際小柄で可愛いもんね。お兄ちゃん、うん、僕小柄で可愛いからさ、だからさ、僕の妹も小柄で可愛いさ、お兄ちゃんみたいな男の子が好きになる可能性もあるよね。そうだ、お前の妹だ、愛されてる。あいつ滑ってるわ。言わなきゃいいよ、今日滑ってる。それでは皆さん、20分ペヤング国劇からちょうどよく大食いしてください。よーい、スタート。いただきます、はい。それ何ですかそれ。これです。これ、はい、ちょっと消してます。1週間食って編み出した技がこれです。でも氷が一番いいんですね。やばいっすね。うわ、辛い辛い。頑張ってちょうどよく。しまった。あーでも結構減ってますね。じゃあ同じものはどうですか。辛いから。もうすごい、なんか言うだけで汗が出てくる。いやー辛そう。頑張ってね。ちょうどよく頑張って。気づかないよ。気づいちゃった。僕気づいちゃった。バカだよな、何考えてんの。こんなもん。あーもうピリピリする。もう肛門ピリピリする。会話できない。こいつとは会話ができない。それ何食ってんですか。パイナポー。パイナポー。パイナポーじゃなくね、桃じゃないそれ。ダメよ、もう何よりこう。もうどうすこい、どうすこい。いってね、もう。うーん。あーまあー。あ、デザーさんのデザーはピーナッツクリーム冷やしてるんですか。もうだいぶ終わってしまったのかもしれないな。一生と不人生。あー無理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 。このりょうさんのこの顔が見られるのはここだけですね。おお、減ってますね。ロキソニンが欲しい。やだまったか。りょうぞ、としみつと。やだ。うるせえ。今回は、まあ、1回目のね、練習前のプレイでございます。はい、うん、で、なんで今日うちにいるかというとね、妖精妖精じゃない妖精か。あ、じゃあ妖精と思ってやる。妖精声綺麗ではないんですね。, 笑うと痛いって。到着しました。はい、来ましたけど、はい、なんか全然機材もなんもないですね。もう僕がやるゲーム、はい、こちらです。おら、来てください。おら、これじゃないですか。これですよ。なんだこれ。え、嘘でしょ。これ、ピンボールです。ねえ、すごい。ちょっとまさかのこう、アーケードというんですかね。そうですよ、アーケード。物理的にバーがあるやつね。はい、カイロレーンのアーケードなんかあんのこれ。すごい、ありますから。すげえ。ピンボールの良さをちょっと見てほしい。まず、上がるじゃん、これあると。確かに、こんなのなかなかないですよね。生で見たことないわ。はい、じゃあちょっとやってみますか。はい、準備いいですか。まあいつでも。じゃあちょっと、はい、やりますか。うん、はい。あ、そこでやるんだ。スタート。はい。おー、すごい、まだ。おー、なんかこう光るからね。一回、一球だけね。うん、下に落ちたのもダメね。あ、そうね。いきますよ。おー、出た。うわー、すげえ。早く。うわー、面白そう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 。
君は何なんだよ。お前、これ、お前、誰？ピンボールあるあるなんだって、今の。夢丸って何？なんかわざとやったみたいでめっちゃ嫌だわ。いや、今わざと見えない、ちなみに言うと。相当必死だって。相当。台動いてたよ。ガーン！ちなみにこれで得点は何？3000点です。意外といい。これでいくんだ。さあ、最終チャレンジ。やってきました。はい。やってきました。うわ、ちょっと楽しみだな。これはちょっと。もうちょっと話しときませんか、じゃあ。え？いや、それはでも長くなっちゃうから。じゃあまあ。はい。終わった！来ました！いきますよ。はい。来た！決まった！いいよ。おー、すごい。いけるいけるいける。上に入れるとあっていいんだよ。そうだよ。そう。上の。うわっ！うわじゃないって。うわじゃない君。うわぁ何本当に。もう何点か見ようよ。な、何点ですか。ちなって。え、見たら量見たらいい。パッて見て100万以上あったらね。そうですね。すごいこと。失礼します。700。700。なんでやろな。あんかやってきたからな、みたいに。